ストラーダのニューモデル R シリーズはパナソニックの最新技術を詰め込んだハイエンドモデルです。高精細な VGA モニター用の地図データは 16GB の SD カードに収録、目的地を検索するときのデータも進行方向を教えてくれる案内イラストもハードディスクナビと同じ。データの読み込みが早い分メモリータイプの方が快適だったりします。そう、時代はハードディスクからメモリーに変わりつつあるのです。中でもこの CNR500WDD は話題の DSRC 車載機もセットになったモデル。安全運転をサポートする機能がいろいろあります。早速ご紹介しましょう。まずタッチ操作です。トントンと2回タップすると1段階詳細な地図に、2点タッチで広域地図に、運転中でもよそ見をしないで縮尺を変更できるのでとっても便利です。これは車種専用ナビ LS シリーズにも搭載されていた機能です。ここからが R シリーズの新機能です。運転中にオーディオソースや今かかっている曲を変えたい時ってありますよね。そんな時はまずこのボタンで AV モードに切り替えます。画面の左端から指でなぞると CD 再生画面が出てきました。今度は右端からなぞるとメモリーミュージックにします。メモリーミュージック再生画面になりましたね。あらかじめよく使うオーディオソースを2つ登録しておくと好きな方を指先一つで呼び出すことができるんです。曲を変えたいときは地図画面の上でさっと指を払うと次の曲、前の曲を呼び出すことができます。ボリュームを変更したいときは指を上下に動かせば OK です。もう一つあるんですよ。画面の上の端からなぞるとおよそ4キロ先渋滞があります。およそ6キロ、ルート前方の渋滞情報や規制情報を確認できるんです。この先どこが渋滞しているんだろうと地図をスクロールしなくていいんです。ボタンを探して押す操作と違って画面をさっとなぞるだけなので運転中も安全に操作できるというわけなんです。 CNR500WDD には DSRC 車載機が付いています。つまり ETC が標準装備ってことですね。DSRC は ITS スポットサービスとも呼ばれています。高速道路上の ITS スポットと通信してこの先の渋滞や事故や落下物、合流車両を教えてくれたり、道路の状況を写真で見せてくれるんです。お、この先合流してくる車がいますね。都市高速は出入り口や合流が複雑なのでこの先の情報や合流してくる車があるかどうかを教えてくれると安心ですよね。スマホのように指先で操作できる R シリーズ、次はスマホとの連携機能をチェックしますよ。